こーら。いつまで携帯見てるの？そんなんじゃいつまで経っても眠気来ないよ。たまには早く一緒に寝るよ。最近配信聞きたいとか言って、夜更かししてるだろ。ほら、携帯はそこに置いて、一緒に寝るよ。まだ眠くないじゃありません。そんな子供みたいなこと言わないの。ほっぺた膨らましてもダメ。そんな可愛い顔しても、今日は夜更かし許さないから。早く寝室に行くよ。ほら、手をつないで、引っ張っていくからね。お前は寒がりだから、ちゃんと寝室もあったかくしといたよ。風邪もひいたらいけないから、ちゃんと加湿器もかけてる。できる彼氏でしょ？じゃあ、一緒にベッドに入ろうか。おいで。大丈夫？布団冷たいけど。足も冷たいなら、俺にくっつけていいから。ん？冷たいのは大丈夫だよ。次第に暖かくなっていくだろうし。ほら、なんならもう少しくっついて。腕に頭も乗せて。抱きしめた方が、もっと暖かくなって眠れるだろ？やっぱり一日の終わりは、お前を抱きしめて眠るのが最高だな。嫌なことがあったら、これで充電されて明日も頑張れる。いいことがあったら、より一層幸せを感じて、明日はもっと頑張れる。お前がいると、本当に何でも頑張れちゃうんだよな。お前は、俺が甘やかしすぎって言うけど、こんだけ元気もらってるんだから、そんくらいの返しはしたくなるよな。頭胸元でぐりぐり動かして、照れ隠しのつもり？そんなことしたって、可愛いだけなんだけど。そんな姿見てると、寝かせたくないって思っちゃうけど、今日はこれだけ、お預けだよ。明日のためにちゃんと寝ないとね。背中ポンポンしてあげる。こうやってると眠くなるだろ。いつまでも俺の顔見てたって続きはしないよ。そうそう、ちゃんと目をつぶって、いい子。お前が寝るまでこうやって抱きしめて、ポンポン続けてあげる。今日
一日お疲れ様。今日もたくさんたくさん頑張ったね。ゆっくり休んで、明日も朝起きたら可愛いお前の笑顔を見たいな。だからたまにはこうやって早く一緒に寝ような。本当にお疲れ気味だったんだな。夜更かししたい気持ちもわかるけど、お前にはゆっくり休んでもらいたいからな。本当にお前が一番大事だから。やっぱり無防備な寝顔も可愛い。おやすみ。良い夢を。